ね、ちょっと皆様にご協力をいただきたいんですが、今日は原田産業労働部長の承認尋問がありまして、原田産業労働部長はですね、元県民局長の、調査資料自体は見ていないけれども、まあ、そこに含むプライベート情報を含め、人事課の課長、それから副課長からそのことを聞いたと、概要を聞いたという証言をしておりましたが、後の証人尋問で、それが、その証言が誤りであることが分かりました。で、今人事課に、多数の抗議の電話がかかっているようで、この原田産業労働部長の証言については誤りですので、その、まあ、訂正の報道といいますか、それを皆様にもぜひともご協力をいただければと思っております。今のところ我々の委員会の方には訂正の申し出は出てないですね。証言を訂正する等々の申し出は出ていませんが、まあ、原田産業労働部長から証言を訂正するという申し出があれば対応したいと思います。まず私から冒頭、そのことはちょっと皆様にご協力いただきたいということで、申し上げさせていただきました。はい、もうちょっとまずは、はい、もうこれで一旦終わりたいと思います。よろしくお願いします。では質問の方をお受けいたします。まず、幹事社からご質問いただいて、あとはこちらの方がご指名しますので、社名等の前を、お名乗りいただいてご質問をお願いします。日経新聞の正直です。本日の証人尋問で藤原特別弁護士の方が、まあ、改めてですね、その懲戒処分に問題はなかったという見解を示されてましたけれども、その受け止めをお願いします。はい、まあ、その考え方はいろいろ見解があるとは思いますが、まあ、我々も今日は奥山教授にもご協力いただきまして、当初の元県民局長の文書の送付、まあ、これ自体が、まあ、外部公益通報に当たる、十分に当たるということで、その後の犯人探しのようなですね、この調査、これがですね、非常に問題だというようなご意見をいただいたというふうに認識しております。まあ、そういったことに鑑みると、藤原弁護士の方では問題ないということをおっしゃってはいますが、まあ、我々としてはそこはしっかり、これからの証人尋問もありますけれども、そういった事実を踏まえて、我々としての見解をしっかり出したいと今考えています。あと原田産業部長の、証人尋問ですが、ではコーヒーメーカーの受け取りの件から公益通報の話まで幅広くあったと思うんですけれども、その中で特に重要だと思われた証言もしあれば教えてください。そうですね、ちょっと私自身ちょっと今日は公益通報に関連するところにちょっと注目をしてお聞きをしていたんですが、コーヒーメーカーのところは、まあ、やはりその原田部長のご説明の中でも、やはり普通に考えると不自然なところもやはりあると思います。で、今日、まあ、冒頭申し上げましたけれども、そうやって証言自体がですね、間違っていたことが今日判明もいたしましたし、まあ、全体としてのその証言の信用性がどうなんだという議論にも、まあ、なってくる可能性もあるのかなとは今考えておりますが、まあ、そういった点も含めて、まあ、原田産業労働部長の今日の証言については、ちょっと私の方からは評価は現時点では差し控えたいというふうに考えております。取り調べなどの その公益通報もしくは処分に関連するところではいかがでしょうか。そうですね、3月21日、でしたの知事、また片山当時の副知事らの協議に、原田産業労働部長が一緒に協議を入っておりました。で、その中でですね、まあ、文書の内容自体も調査をしようということはあったということですけれども、
やはりその客観的な証拠を見てみてもですね、実際にその文書の内容の聞き取りがなされているのは我々の資料では4月2日であります。で、3月21日の次の日にはですね、メールの調査で、この文書の作成者を特定しようという動きをしております。まあ、そういったことに鑑みると、やはりこの3月21日の、まあ、大きな議題というものは、この文書の告発文書の作成者を特定するということが、まあ、主眼に置かれていたのではないかということは、私は今印象として抱いております。で、原田産業労働部長もですね、やはり、そういったメールの調査の指示があったと、すみません、ちょっとこれが今ちょっと整理できないんですけど、知事から調査の指示があったとは言ってたと思いますので、まあ、それがまた奥山教授の今日のお話にもつながりますけれども、外部公益通報に当たるのだとすれば、やはりこの犯人探しということがですね、大きな問題になってきますので、まあ、そこはこれからこの件の対応がどうだったのかということをしっかり我々としてもこう考えていきたいと思います。次、私からは最後ですけれども、まあ、今日秘密会もあったと思います。で、その内容をですね、話せる範囲で教えていただけますでしょうか。秘密会については、今日は公益通報並びに贈答品の調査ということで、それにまつわる証人をお呼びしたということであります。はい。で、まあ、一つこれは、まあ、これもまた整理が必要なので、ちょっときちんと今日の証言をしっかり精査してから発言すべきだと思いますので、これから言う私の発言はちょっと誤りを含むかもしれないということで、お聞きをいただきたいと思いますけれども、3月、例えばですね、広域通報の話で言いますと、3月23日に知事、また片山副知事らとですね、職員さんの間で会議が行われております。で、その後ですね、3月24日の時点で、人事課の方はですね、第三者委員会、要は第三者機関で調査をするということで案を作成しておりまして、それをどう証言をお聞きしますと、しっかりと上の方には伝えているようです。まあ、その後第三者機関、まあ、実際に設置されなかったわけですけれども、まあ、誰がどういった経緯でこの第三者委員会が設置されないことになったのかというところまでは、今日のところでは分かりませんでしたけれども、当初の段階から人事課の方では第三者委員会で今回の文書問題を調査するということを、まあ、考えていたということは今日一つ判明したのかなと思います。今日はその程度にとどめたいと思います。はい。その第三者機関の調査の犯人に関しては上にも伝えていたというのは知事にも伝わっていたと、そこがちょっとよく分からなくてですね、まあ、おそらく人事課の方から当時の総務部長に、その案を示しているということであります。ありがとうございます。関西新聞の滝と申します。よろしくお願いします。先ほど その原田産業労働部長の証言の誤りということなんですけど、これはその後の秘密会での、中で誤りが明らかになったということなんでしょうか。そうですね、そういうことです。我々の委員会の方には証言を訂正したいとかそういう申し出は今のところ一切受けておりません。で、あの後秘密会で証人尋問実施されましたけれども、まあ、そういったところの場で、そういった話が出てきました。で、原田産業労働部長はどうやらその証人に対してですね、自分の証言が誤りだったと、その秘密会で証言に立たれた証人に対して自分の証言が今日誤りだったということをお伝えしているようです。じゃあその証言が食い違っているということではなくても原田さんも認めになっているということか。そうですね、明確に誤りだということです。わかりました、ありがとうございます。はい、ごめんなさい、今のところ
今日のその秘密管理承認尋問が終わった後に原田さんが今日のその承認の方に僕の発言を誤りだったと言っていたという、そういう、ですね、原田氏の承認尋問が午後2人目でしたかね、午後2時から3時、2時からでした、ね、はい、それをどうやら聞いていたようなんです、けど承認の方がですね、でその後原田氏が承認尋問を終えて、直接連絡があったそうです。で誤った証言をしてしまったということでした。はい、でただいまその証言を受けて、その元県民局長のその、まあ、個人情報を含むその調査内容の概要を今その原田さんの証言だと人事課長とその副課長が伝えたみたいな形になっているので、かなり多くの抗議の電話が寄せられているということでありましたので、証人の方から私の方に訂正をお願いしますと、それを頼まれましたので今ちょっと冒頭申し上げさせていただきました。偽証というよりはその記憶違いみたいなこと、そこはちょっと評価差し替えるとおっしゃってましたけど、委員の中でもいろいろな評価があります。ただ、まあ、法的アドバイザーの話を聞いても、まあ、やはりその証人から訂正の申し出があれば、まあ、それに応じるべきだろうという話でありましたので、今のところまあ偽証であるとか、まあ、そういった話ではないということです。わかりました、ありがとうございます。はい、ではご質問ある方いらっしゃいますか。NHK の鶴本と申します。冒頭におっしゃったことがある程度被ってしまうんですけれども、はじめ今日の木山教授と藤原弁護士の、まあ、話されたことで真っ向から反対する話だったので、先ほどは、まあしっかり事実を踏まえて見解をしっかり出したいとおっしゃいましたけれども、この2人の証言それぞれをちゃんと踏まえてということなのか、どちらかの証言を重くとか、どういうふうにこの2人の見解を今後生かしていかれるんでしょうか。はい、ちょっと委員会としての見解は今言えないんですけれども、個人的な見解でいいということであれば今申し上げますけれども、まあ、大変藤原弁護士今日証人としてご協力をいただいてまずは感謝をいたしておりますが、やはりその例えばですね、5月2日かな公金会での、その藤原弁護士の、まあ、意見というか、その居酒屋で聞いたような噂話を元にしたものは保護の対象にならないような意見が出されてましたけれども、今その3月25日の片山元副知事の、まあ、これは今事情聴取の音声データ並びにその、まあ、聴取の資料として今提供を受けましたけれども、まあ、その内容を見る限り、またお聞きする限りですね、やはり聴取のやり方で当然その片山元副知事にきっちりとした情報源を示すとか、そういったことは到底考えられないと思ってます。そういったこともありますし、あと次、3月27日の時点でこの告発文書をしっかりと調べてくださいということを元県民局長が、当時の県の広域通報の、その、まあ、構成員である片山副知事に言っていると、まあ、いろんなこう事実が出てきてます。だそういったことを踏まえて、藤原弁護士が判断をしておられるとは私はちょっと今日の証言を聞いて考えれなかったというのが、まあ、率直な思いです。やはり藤原弁護士が例えば元県民局長に直接話を聞いて、聞き取りをするとか、人事課が出してきた資料だけじゃなくていろんな事情を、しっかり調査をして出された見解だとは今日の証言を聞いては思えなかったので、
まあ、そうだとすると、あの奥山教授が今日ご教授いろいろいただきましたけれども、やはりこれはあの外部の公益通報として、しっかりこの告発者を守る手続きを県としては取るべきだったというふうに私は考えておりますので、現時点でですけれども、すみません失礼しました、あの現時点ではそういうふうに私は印象を抱いておりますので、そういったことを踏まえると、やはりその井原弁護士が、まあ、懲戒処分が妥当だということを見解として示されましたけれども、それはまあ、いかがなものかなというか、本当にそれが正しいと言えるかというのは、あのしっかりこれからまた検討していかなければいけないと思っています。ありがとうございます、はい、読売新聞の北川です。あ、こちら向いてもらったままで大丈夫です。はい、すみません、先ほどちょっとすごく重要な話が出た秘密会の部分ですが、答えられる範囲で大丈夫なんですけども、人事課が当初は第三者委員会をで調査することの方がいいんじゃないかというふうに助言をしていたということだと思うんですけども、これが知事が知ってたかどうかはわからないということですかね。で、その後そういった意見調査する方向で進んでたしたいというふうに言ってたけども、何らかの理由でそれが実現しなかったというのは時期はわからないというふうにおっしゃってるんですか、ね、証言した。ですね、すいません、ちょっと今僕も手元にメモがなくて、ちょっとこれ誤りかもしれないということで、はい、ごめんなさい、もう一回順序から言うとですね、3月、23日に、まあ、知事らまた幹部らの協議があって、でその次の日ぐらい24日に人事課の皆さんは第三者委員会ですねの案を作成して、もう3月中というかもう24か25あたりにはそれを当時の総務部長に、まあ、渡してるというか進言してるということだったと今記憶してます。ただ4月の1日だったかな、これについても、おそらく藤原弁護士だったと思うんですけど、相談に人事課が行かれてまして、第三者委員会の設置も含めて、だその時の弁護士の見解では、やっぱりこの第三者委員会で調査をすると、期間も長くなるし、費用も高くなるというよう なんか意見をもらったというところまでは、あの証言していたときに、すみません記憶してるんですけど、それが、まあ、総務部長から知事に伝わったかとか、そこはよくわからないらしくて、その第三者委員会のその案自体が、まあ、結局立ち消えになってますけど、それがどういう経緯で立ち消えになったかっていうのは、あの証人もわからないです。わかりました。24、25に進言したということは知事の会見の前ということですね。3月27日の嘘800公務資格という会見の前にそういうふうに準備をされていたと。会見が27日なんです。そうですね、はい、で確認すると総務部長から知事に伝わったことかはわからないけども、弁護士さんからそういう費用が高くなるというふうな話を受けた後は、どのような形かわからないですけど、いつの間にかまあ第三者委員会という話はなくなってたと思います。私の認識でも4月に知事の方から第三者機関外部の調査をする必要はないと思っているというふうに会見で明言されていたので、そうなのかなと思うんですが、そのあたりのあれは詳しくは本日は語られなかったという、あの明確には覚えておられなかったんですけれども、まあここはあのまたいろんな尋問を通じて明らかにできるのではないかなと思ってますので、まあ、今後ちょっとあのしっかりこの事実関係は調べていきたいなと思います、はい、あともう一点だけ、明日斉藤知事と片山副知事の証人尋問が予定されていると思うんですけども、まあ、今日の証言も踏まえてどのような話をしっかり聞いて真相解明に努めたいなと思っていらっしゃいますか。そうですね、あのお二方ともですね、やはりあの、ごめんなさい、本当に3月20
1日に文書を把握したんですかね。20日です。あ、ごめんなさい。まあ、そこからもう処分に至るまでの、まあ、事実関係をまずは、まあ、私としては時間の許す限り確認したいなと。例えば3月21日に協議してますけど、まあ、どういう知事は指示をしたのかとか、その3月23日に協議してますけど、どういう内容の協議をしたのかとか、そうですね、あと3月、27日の朝、辞令交付式で、元県民局長の方が、公益通報の、県の窓口の人の構成員だった片山副知事にきちんとこの告発文書を調べてくれと言っている、それがきちんと処理をされていたのか、そうですね、その後の、まあ、会見のことももちろんありますし、あとはどうですかね、まだ公金委員会にまでのその間のやり取りですよね。一つこれは仮説なんで、仮説ぐらいで聞いておいていただければいいんですけど、今日は原田産業労働部長の方から、それこそ読売新聞さんが、コーヒーメーカーの記事を出されたのが4月16日ですよね。でその前の日に4月15の時に今日午前中に取材を受けたというようなことをおっしゃってたと思うんですけど、で今日他の証人の証言をお聞きする限り、やはり4月15の時点で当時の井本、その時はもう総務部長なのかな、総務部長の方から、公益通報の判断を待たずに処分できないかっていうのは、その4月15日になされているんです。で、なんかそれ、まあもう仮説ですけど、なんか記事が出て、例えばその告発文書の一部の事実が、対外的に出てしまうことが4月15の時点で、おそらく分かったんです。ということで、まあ、処分を焦ったんじゃないかという一つの仮説も、まあ、出てくると思いますし、まあ、そういったところを、まあ、きちんと尋問で、お聞きしていきたいなとは思っています。ありがとうございます。そしてすみません、維新の会の方も明日の6日ですかね、の公益通報の妥当性などについてもかなり注目されているということで、今後の不信任決議などにもすごく影響を与える大事な委員会になるなと思うんですが、そのあたりについても国会委員長としてもやはりこの6日がかなりすごく重要な、調査になるのかなというふうな認識でよかったでしょうか。そうですね、6日は本当に重要な尋問だという認識でおりますので、知事も大事ですけど、私は片山副知事もすごく重要だと思ってまして、手続きのこともそうですけど、今その元県民局長の個人情報の漏洩の問題も出てきてますので、そのあたり、もしかしたら関与してるかもしれないということで、そういうところはしっかり調べていきたいなと思ってます。で、これがこの対応に問題があるんだとすれば、もちろん文書の内容自体もしっかり調べていかないといけないと思いますけど、一定程度方向性は見えてくるんじゃないかなと私自身も思っているんですが、それは私の個人の考えなので、またいろんな会派の人間ともしっかり話したいという認識です。はい、ありがとうございます。神戸新聞の大島と申します。よろしくお願いいたします。2点ございましてですね、今日奥谷委員長かなり原田、部長の承認尋問の際ですね、かなり厳しい口調で、質問されたかと思うんですけど、で途中結構その発言を遮るようなこともあったかと思うんですけど、これは理由、こういった今日やり取りされた理由についてはどうですか。単純に私の未熟な未熟さが出たなと思って反省してます。ただやっぱり同席されてた弁護士が、弁護士同席するのはいいんですけど、やはりその趣旨はですね、やっぱり例えば証言に立たれた方、職員さんが例えば守秘義務にかかるかどうかの判断がわからないとか、例えば我々の質問がすごく威迫的な質問とかね、そういうなんていうかふさわしくない、言い方、物の言い方、人権を傷つけるような質問とか、そういった時に、弁護士さんがいれば、即座に対応できるだろうということで同席を許してますが、
今日原田産業労働部長に同席された弁護士が、私はちょっと聞こえなかったんですけど、まあ、あのささやき弁護士って言ってましたけど、なんか後ろでこちょ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 囁いてたみたいなんですね。まあ、そういうことされると、あの証言の信用性が著しく損なわれますので、まあ、そこはちょっと今後厳しくしたいなと。場合によってはもう弁護士は退席していただくこともあり得るのかなとは思ってます。はい、わかりました。まあ、ちょうどその弁護士、同席している弁護士は何ができるかというのも合わせて伺いたかったんですけど、今おっしゃったような場合ですね、弁護士が助言できるというのは そういうふうな理解でよろしいですか。そうです、私はそういう理解で今運営しているんです。わかりました、ありがとうございます。毎日放送の木村です。今回 このまず25日の調査についてなんですけど、調査マニュアルというのがあると思うんですが、町内調査手順とか書かれているマニュアル、こちらはもう配布はされているんでしょうか。共有はされているんですか。資料請求はしてますね。共有してます。あ、出てましたか。失礼しました。出てました。もう、はい、じゃあ、委員の皆さんには共有されているということ、はい。この内容って10時半に各班一斉訪問して調査開始とか、秘書や周囲の職員に対しては訪問の目的で近くに来たのに寄っただけと伝える、名誉毀損及び守秘義務違反で調査のためパソコン、スマートフォンに触らないようにと告げ、事情聴取を開始する、パソコンは押収するというのが書かれているということが報道されているんですけど、これは事実なんですか。内容をその確かに見ました。でちょっと今内容資料手元にないので、ちょっとそれ今全部言われたことが全部間違いありませんとは言わないですけど、まあ、そういう概ねそういう調査の仕方がされてたっていうのは資料を読んでそういう認識ではあります。はい、じゃあその報道と特に間違ってる部分はなさそう。そうですね。あともう一点なんですけど、先ほど片山副知事の聴取の音声データも共有されたというふうにおっしゃってたんですけども、これはデータとして共有されているのか、それとも委員の理事会とか委員の方の中でだけ再生して聞かれているのか、どういう形なんですか。これは委員だけで、場合によっては再生してもらっていいと聞かせていただくというのは、はい、大体どれぐらいの長さがあるものなんでしょうか。50分ぐらいでしょうね。50分ぐらいです。今委員の方はそれは事務局とかに行ったら聞けるような状態ということですか。そうですね。そうですね。そうですね。はい。特にデータで配布はされてないデータではいただいてない。やはり処分にまつわる内容の資料なので、これは一番何でしょうか、秘匿性の高いというか扱いになってますので、持ち出しは絶対できない。今回も今後の例えば明日の委員会とかで再生される可能性もありますか、この音声。いや、これは非公開ですね。これ非公開です。完全非公開です。はい、わかりました。ありがとうございます。産経新聞の西浦と申します。知事は会見でよく今回 の手続きについては客観性が弁護士に相談した上でやっているというところで客観性は担保できているというふうな証言頻繁にあったかと思うんですが、今回藤原弁護士にその手続きどういったふうにされてたかというのを聞いて、奥谷委員長がどういうふうに思われているか聞かせてほしいです。そうですね、やっぱり藤原弁護士のおっしゃってる客観性と我々の求めてる客観性っていうのはちょっと違うのかなとは思いましたね。裁判上で、ごめんなさい、ちょっと失礼します。判断される場合には客観性を保ってると言えるみたいな、裁判での評価を前提にされてたような話、証言されてたと思う。我々が求めてるのは文書の、疑惑の対象当事者が知事や副知事や、そういったトップ並びに幹部の人間の疑惑が書かれている中で、だからこそそういった人たちの部下が調査するのはそんなこともう事実上できないよというところから始まってて、第三者機関、そういったところで調べてもらう方がいいとも議会も当初から言ってました。でそれに対して
弁護士が関わっているから客観性が担保されているということであれば、私の認識とすれば調査を主体的に行っているのはその弁護士。ただ今日の証言を聞く限り、やはり主体的にやっているのは人事官だとすれば、あの藤原弁護士の表張る客観性はちょっとごめんなさい、僕の中でまだ整理できてないですけど、我々の考えている客観性とは大きく違ってるんじゃないですか。はい、あともう一つ質問なんですけども、あの今回証人尋問の予定だったあの猪本氏がちょっと今回心身の不調というところであの承認出られなかったと思うんですけども、ただ一方でかなりこう今回でいうとキーパーソンというところで承認がまあ聞けなかったというところについてはどうお考えでしょうか。まあ、それはあの非常に残念ですけれども、まあ、あのそういったいろんな事情がありますのでそれはやむを得ないと思いますし、まあ、早く良くなっていただいて、まだ我々の求めにはなとは思ってます。はい、ありがとうございます。共同通信の伊藤と申します。1点だけお伺いしたんですけれども、最初 の証言誤りについての話なんですけれども、それから課長や副課長から情報提供があったというこの人が間違っているのか、そもそも提供自体がなかったのかというところどっちなんでしょうか。ですね、そこがまだあの本人からお聞きしてないのでわからないんですが、今言えることは人事課長やその人事課の副課長が原田産業労働部長にそういった情報提供をしたことは一切ないという。もうさらに上の人から実は提供されていたとか、その辺の詳細もどうかな。そこはまたあの改めて証人尋問に応じていただけるのであればあの確認しなきゃいけない。フリーの記者の横田ですけども、あの先ほどおっしゃった提供された音声データ調査記録3月25日の事情聴取における、これはあの文春電子版の内容とほぼ同じというか、あの犯人探しをしてたと、誰から聞いたのかということを音声でも言ってるし記録でも残ってるという理解でよろしいでしょうか。あの文春さんで流されてたのはこの5人のうちの一部ということは、まさに奥山教授がおっしゃった公益通報保護法に違反するうことを物語る音声データと記録だったということになるわけですよね。そうですね、まあそういうふうに評価しても差し支えないのではないかなとは思いますね。はい、はい、じゃあありがとうございました。すみません、集英社オンラインの方